あなたのファンディング希望額は？はい、1000万円でお願いします。あなたが思い描く未来の姿は？プルコミッション型の営業を最適化できる ASP のようなサービスを作りたいです。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。令和の虎ファンクラブ、 YouTube では流せないあんな話やこんな企画も、オフ会も定期開催。もっと深く交流しましょう。詳しくは概要欄から。ではどうぞ。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。ではまずお名前をどうぞ。大堀壮太です。新潟県、からやってきました16歳です。3つの中から希望の投資形態をお選びください。はい、投資でお願いします。わかりました。あなたのファンディング希望額は？はい、1000万円でお願いします。あなたが思い描く未来の姿は？プルコミッション型の営業を最適化できる ASP のようなサービスを作りたいです。ではオールワナシン、新しい未来をつかみ取れ。キャッチャーファンド、あなたの経歴と志願内容を教えてください。僕はまず最初にビジネスをやり始めたきっかけは、小学校の5年生の頃に父親の勧めで転売を始めまして、ヤフオクから物を仕入れてメルカリで売ったり、逆でメルカリから仕入れてヤフオクで売ったり、あとアマゾンで売ったりっていう簡単な転売ビジネスから親の勧めで始めたんですね。でそれで小学校6年生くらいの頃、ネイバーまとめで、ちょっとウェブサイトを作ったりする中で、もっと難しいウェブサイトを作りたいなと思って、ライブドアブログ、ワードプレスと手を出していって、で中学校の頃にはワードプレスサイトで、アフィリエイトを行って収入を得たりしていました。その中で、2チャンネルのまとめサイトだったり、あと自分で文章を書いた雑記まとめサイトみたいので、一応 Google AdSense だったりA8 ネットから一応そんなに多くはないものの収入を得ていました。高校に入るにあたり、今まで中学で仕事をしている時、名義だったり口座だったりを親のを借りて、で親の口座を経由して自分の元へ入ってくるっていう形式を取らなきゃいけないのが、ちょっといつも複雑で面倒くさく感じていて、それで法人を作れば自分のその法人の口座に直接お金を入れることができるので、じゃあ法人を作って大人と同じ名義を手に入れようと思って、それで会社を設立しました。それが今やっている合同会社ドルマネーという会社なんですけれども、2019年の4月に創業しまして、で今結構年収チャンネルとかの影響も受けまして、自分でアフィリエイトとかではない大きな事業みたいのを動かしてみたいっていう気持ちにもなりまして、それでウェブサイト制作を受託で行ったり、あとASP に広告を出稿するしたいっていう広告主の作業を代行したりとかする広告運用の業務を一応やったりもしています。志願させてもらった内容なんですけれども、完全歩合制の営業をサポートできるようなサービスを作ろうと考えました。例えば保険会社とか、完全歩合の保険会社とかに勤めて、保険を販売したりとか、それでお金をもらってると思うんですけど、完全歩合だったらあんまり一つの商材だけ売ってるのはあんまり効率が良くないんじゃないかって思って、それでそういう商材を集めた、たくさん集めて業務提携とかを結べるようなプラットフォームを作ることで、いろんな商材を臨機応変に売れるようにしたり。本当に高校1年生めちゃくちゃしっかりしてますね。すごいですね。ちょっとかなり緊張してるんですけど。じゃあアフィリエイトサービスプロバイダーについて詳しく教えていただいてもいいですか？はい、簡単に。アフィリエイターだったらもうみんな登録するようなものなんですけど、そこに登録すると、ウェブサイト上に貼れる広告、商材が並んでいて、でその商材を自分のサイトに合ったものを選んで、それをサイトに貼り付けて、でそこからクリックして、商品が購入されたり、あとサービスに登録されたりしたら自分の手元にお金が入ってくるっていう形で、今回イメージするのは成果報酬の、クリックした後に購入や登録が入ったら一応収入が入ってくるっていうモデルの ASP を参考にして今回
ASP のようなって、はい、言わせていただいております。回答になってますかね。あ、大丈夫ですよ、はい。まあ、あのウェブの広告代理店的なことですよね。株式会社ハレルヤ代表斉藤智春、世界で絶大な人気を誇るカードゲームマジック・ザ・ギャザリングの専門店を運営、通信販売、実店舗経営、 YouTuber トモハッピーとしての活動で年間売上は30億を超える。ホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのか、あるいは強烈な一撃を叩き込むのか。そうですね、はい、ASP はウェブの広告の代理店、はい、ということです、はい。回答合ってますかねっていう会話がすごいね。すごいですね。はい。そうですね、言えました16歳で絶対言えないですね。絶対言えないね。応援されたあと回答に合ってないこと言ってると、はい、全く言えないですね。しかもきちんと回答していただいた上で、はい、さらに今回のサービスにおける ASP との関連性みたいなことまでちゃんともう一度おっしゃってくれましたもんね。本当ですね。すごいですね、はい、恐縮です。10代とは思えない驚くべき経歴を持つこの男、開始早々虎の心を引きつける。虎も志願者も募集中、詳しくは概要欄から。夢は叶えます。いや、なんか本当に興味津々でいろいろ聞きたいことあるんですけど、はい、一つまず気になった点としては、今回作ろうとしているようなそのサービスっていうんですか、営業マン向けの、フリーランス営業マンさん向けの、あるいはインフルエンサーの方とかも対象ですかね。おそらくそうですね、インフルエンサーだったら多分あのツイッターとかにあのリンクを貼ったりとかっていうものになると思うんですけど、はい、それだと多分普通の ASP でこと足りてるとは思うんですよ。あ、なるほど。またちょっとじゃあそうですね、どっちかというと、はい、もう実際にあのサイトとか経由せず、うん、あの購入してもあの成果が入るっていう形の ASP みたいなものなので、なるほど、さっきのインフルエンサーにあのリンクを貼ってもらったりとかする場合は多分今までの ASP で十分にはなってしまうんじゃないかなと思います。なるほど。じゃあ実際のその、はい、なんていうんですかね、現場での営業行為といいますか、オンラインじゃなくてオフラインでの営業とか、あとはその口コミ的なことでの購入とか、そういったものでフィーが入るっていうことですか。そうです。いつもの法人のお得意様とかの営業の時とかにあの一応口頭で説明したあの商品とか紹介した商品とかからもフィーが入るっていう方法にするんですね。あ、なるほどなるほど。じゃあ例えばその外資系の保険会社さんの、それぞれが個人事業主の保険の営業マンの方とかについでになんかこう仲介した商品も販売してもらったり、サービス紹介してもらったりするっていうようなことですかね。はい、おっしゃる通りです。あ、なるほどなるほど。ほう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 。で、その同じようなこうプラットフォームはないんですか、今日本に。完全一致じゃないんですけど、ちょっと似てる部分があるなっていうのがウルマップっていうサービスがあったんですね。地域に特化したお仕事マッチングサイトってことで、今回あのやろうとしているあの趣旨とはあの全然違ってくるんですけど、完全不合の商材をあの紹介している部分って、紹介しているっていう部分ではあの同じだったの で、ウルマップはあの au とかあの光通信とか UberEats みたいな知名度の高い商材しか扱っていないんですけど、まあ43種類くらい完全不合の仕事をまあ紹介しているみたいなサイトだったんですね。まあ、ウルマップとうちが差別化できると思ったところは、まあ、ウルマップ全然中小 の例えば知名度のないあの案件みたいのって一つも扱ってなかったんですね。でも、まあ、ウルマップにじゃあ知名度のないあの案件も扱うよって言われたらちょっと勝ち目が薄いかもしれないなっていう部分も考えて、あの僕が直接今会社ホームページ JP っていうあのサービスをあの運営してるんですけど、それをあの商材としてウルマップに掲載させてくれないかっていう一応ことを送ったんですけど、まあ送ってから5日以上もう返信がないので、多分ちっちゃいあの事業みたいなのの、あの案件は掲載しないっていう方針でやってるってことが、まあその時点で思ったので、中小 の、 あの案件もたくさん受けていくっていうところで差別化できるなって思ったのと、あと企業規模はそこそこ大きいんですけど、そのまあ営業に関する情報みたいのもウルマップ更新してたんですけど、それの最終更新が1月26日にあのチェックした段階で、最終更新が12月4日で、 あんまりまあメインとして更新をしている感じではなかったんですね。まあ、会社規模だと全然かなわないんですけど、まあ、そのウルマップにめちゃくちゃ注力しているわけでもないと思ったので、まあ、メディアの部分でもあの YouTube とかをこっちは活用してしたりとかすればあの全然あの勝てると思いますし、あの中小の案件を扱うっていう部分でも勝てると思ったので、まあ、一応競合となるウルマップ上げさせてもらったけど、
もらいましたけど全然問題はないと思っています。この競合に問い合わせるっていう行動力すごいですよね、うん、もうすでに問い合わせたっていうね。ただこのウルマップってこう12月8日から更新されてないってことはなんかそこまでこう集客とかにができてなかったのかなっていう可能性もあると思うんですけど。そうですね、一応すいません、ウルマップ自体はそういうお客さんとか いっぱいいらっしゃるような印象なんですか。いやそんなに一応ウルマップって検索して評判みたいのをざーっと関連サイト見てみたんですけど、まあ、一応ウルマップとはどんなサイトなのかみたいなまとめ記事みたいのはいくつかあったんですけど、ウルマップを活かして稼いでますみたいなブログだったりっていうのはそんなに多くは見つからなかったので、多分そこまで普及してるサービスではないんじゃないのかなと思います。それを大堀さんなら普及できると。そうですね、普及できると思います。 YouTube チャンネルの営業チャンネルっていうものを立ち上げようと思ってまして、でそのチャンネルで、まあ、社長だったり営業マンでいい結果を残された方たちをゲストにお招きして、まあ、営業の経験だったりノウハウだったり営業のテクニックなどを話してもらって、それでまあそこに営業マンが見に来てくれて、営業チャンネルの運営している会社はこういう営業マンが完全不合で仕事できるためのプラットフォームを用意してくれてるんだな、じゃあ登録してみるかっていう、そういう流れに一応していこうっていう座組を考えております。どうやってこれ認知広めていくんですか。この株式会社円代表遠藤裕樹、大学卒業後から学習塾を運営、手放し経営で勢力を拡大し全国展開を進める。滋賀県出身の虎が近江商人の精神で志願者よし虎よし視聴者よしのタイガーファンディングを作り上げる。そうですね、先ほど言った通り YouTube チャンネルを使って認知を広めるっていう形になりますね。 YouTube チャンネルだけで、まあ、認知を広めていくっていうやり方。もちろんメディアで記事みたいのもこのサービスに書いていこうとは思いますけど、メインは本当に YouTube に資金をたくさん注力していってやろうと思っております。この YouTube は大堀くんがメインで出るんですか。僕は一応聞いたりとかするゲストに質問したりとかする部分では出ようと思ってますけど、別に僕をメインにするっていう感じではないですね。一応でも毎回出る、ほとんどの回に出ると思うので、まあちょっと、まあ、メインってほどではないけど、まあ、聞き手役みたいので毎回出るみたいな、そういう感じにしていこうと思っています。まさに怪物16歳、若さを力に変え勇猛果敢に捕らえと食らいつく。次回さらに驚くべき事実が明かされる。目指せ10万人チャンネル登録よろしくお願いします。夢を叶えて。一回こう言うと、はい、いい意味でガーッと食いついてくるんで、はい、一回こう議論を仕掛けると止まらなくなっちゃうんで、僕ずっと黙ってたんですね。なるほど、はい、はい、